皆さんこんにちは、沙織です。今日は私の通勤用のバッグの中身をご紹介していこうと思います。でよく使ってるのはこのフルラのバッグを使っています。でこれは本当に色がすごく気に入って一目惚れで買ったんですけど、もう数年前に買って結構愛用してるんですけど、マチもしっかりしていて重いものを入れても型崩れしにくいのでお気に入りです。でもこの色もどんな服にも合わせやすいのでよく使ってます。ただA4 のファイルとかが入らないので、そういう資料とかパソコンが入らないので持ち歩かない時にこちらのカバンを使ってます。では早速カバンの中身を紹介していこうと思います。はい、まずはお財布からご紹介していきますね。こちらです。伊藤の赤い長財布を使っています。これは私が初めて持ったブランドのお財布で、両親からプレゼントしてもらったんですけど、今でも大切に使ってます。お財布はいろいろ持ってるんですけど、カバンとか気分で変えたりしてます。で長財布はそのままお札も出し入れしやすいので仕事の時に使うことが多いです。次はこちらのキーケースです。先ほどの長財布と同じキーケースを使ってます。これももう結構長いこと愛用していてお気に入りのキーケースです。次はスケジュール帳ですね。これはもう赤のスケジュール帳で、もう本当にシンプルなスケジュール帳なんですけど、いつもはもう少し大きいタイプのスケジュール帳を使ってるんですけど、小さいカバンでも使えるように今回はちょっと小さめのサイズのスケジュール帳を使ってます。全て赤で全て赤で揃えてます。次はこちらのヘアクリップです。仕事中髪の毛を留めることが多いので、こういうヘアクリップは入れてて、あとはご飯を食べる時とかすぐに留めれるようにこちらのクリップを入れてます。でこれはアクセサリーショップで、そのお店全部300円で買えることができるので、お店の名前なんだ、お店の名前なんだっけな、そこでよく購入してます。はい、次はこちらのフェイラのタオルです。タオルはもう必ず入れてて、このピンクのフェイラのタオルを使ってます。結構高いんですけどしっかりしていて、洗濯で洗ってもへたったりとかしないので、柄もすごく可愛くて、結構こういうはっきりした色がフェイラー多いんですけど、花柄とかあとは動物、そういう可愛い系のタオルとかいろいろ売ってるんですけど、私はこういう花柄のタオルを持ってます。はい、次はポーチご紹介しますね。こちらのフェイラーのポーチです。もうこのポーチもすっごく可愛くてお気に入りなんですけど、化粧直しとかあまりしないので本当に必要最低限だけこのポーチの中に入れてます。はい、ポーチの中身はブランエトワールのチークです。このパッケージ、この入れ物すごく可愛くないですか。で中はちょっと結構使ってても汚くなってるんですけど、こういうクリームチークになっていてすごい使いやすいので、お直しの時とかもパパパって使えるので、こちらのクリームチーク常に入れてます。で昔はこういう色物とか持ち歩かなかったんですけど、やっぱ年齢が上がることにリップとかチークとかそういう色物を常に持ち歩くようになりました。次はこちらの駆け引きのリップの美容液です。こちら塗ったら結構スーッとしててぷっくりする感じがあって、色もすごく落ちにくいのでお気に入りで使ってます。今マスクつけることが多くてリップはあまりつけたくないんですけど、やっぱりつけてなかったらご飯食べる時とかマスクをパッて外した時に何も口の色がなかったら顔色悪く見えてしまうので、こういう落ちにくいリップを塗ってます。これはすごくお気に入りです。次はこちらの
100均のケースにボディクリームを入れてます。夏でもエアコンのある部屋にいたら結構体も乾燥するので、こういうケースにクリームを入れて、これは顔も使えるやつが入ってるので、顔とか体とか乾燥した時にこちらを使うようにしてます。はい、次はこちらのソフトサンティアっていう目薬を使ってます。見えるかな。これはもうすごく愛用していて、もうずっとリピートしてる目薬なんですけど、防腐剤が入ってないので、こういう小さいサイズが何個か入っていてセットで売ってるんですけど、このタイプともう一つピンクのタイプがあって、このタイプどちらも裸眼にもコンタクトでも使えるようになっています。で、私はコンタクトを使ってるのですごく結構乾燥するので、そういう時にこれを使ってて、あともう一つのピンクの方はちょっとピンクの方が高いんですよ。なのでパソコンとかしてる時に目が疲れたり、ピントが合わないっていうか、ちょっとぼやけるなっていう時にそのピンクの方を使っています。これ結構乾燥する方おすすめです。はい、次はこちらのカードケースです。シンデレラのカードケースで、これもダイソーで購入しました。すごい安いですよね。もう100円でも結構可愛いのとかがいっぱい売ってるの でありがたいです。はい、次はこちらのビクトリアシークレットのポーチで、これはもう結構何年も前にハワイに行った時に購入したもので、小さめのポーチになってるんですけど、この中にはこういうミンティアとか、あとはガムとかを入れてて、すっきりしたい時にこれをすぐに食べれるようにポーチに入れてまとめてます。はい、次は本ですね。結構通勤時間に時間がかかるので、音楽を聴いてるか本を読むかで時間を潰していて、でこのブックマークがすごくお気に入りで、これもハワイで購入したんですけど、ヤシの木とハイビスカスで私の大好きなものがセットになってるので、すごくお気に入りでずっと使ってます。はい、次はこちらのティッシュですね。ティッシュもすごく必需品で、私鼻炎持ちてちょっと鼻が弱いので、もうこのティッシュはすごく重要で、柔らかいティッシュじゃないと鼻が赤くなったりちょっと皮がすぐめくれてしまうので、こういう柔らかいティッシュを常に持ち歩いてます。はい、次はまたこちらのポーチなんですけど、これはさっきキーケースに入ってた袋を使ってて、この中にはこういうバッテリー、携帯のバッテリーと、あとはこれは前回その前かなに楽天スーパーセールの購入品でご紹介したと思うんですけど、充電器とイヤホンがさせるやつを購入しました。はい、次はこちらイヤホンも毎日必ず持ち歩いてます。で、このイヤホンをまとめるものはビジネスファクトリーかなっていうところで購入して、こちらも赤のもの全部小物は結構赤のものが多いんですけど、こちらでイヤホンをまとめて持ち歩いてます。イヤホンって本当に結構絡まるので、こうやってまとめてたら絡まらなくなるので、こちらでまとめて持ち歩いてます。はい、次もまたポーチです。めっちゃポーチ入ってるんですけど、こちらもダイソーで購入したアリエルのポーチです。で、こちらには薬を入れていて、ロキソニンだったり、あとはビオフェルミンとか、あとはバンドエイドも入れてます。で、特にこのケアリーブ治す力っていうのはすごくおすすめで、これ貼ったら結構本当に治るのも早いんですけど、全部透明になってるんですね。なので貼ってるのもバレにくいし、で結構しっかり止まってるので、水とか使ってても取れにくいから、この怪我した時はこのバンドエイドをよく使ってます。あとは会社行った時にお茶を飲むように、黒豆茶と、あとこれすごくおすすめで、蜂蜜紅茶なんですけど、甘い紅茶が好きな方はこれ本当におすすめです。砂糖とかも全然入ってないので、本当にこのままでも飲めるし、蜂蜜の香りがすごく良くて、気分転換に飲むのにこちらリピートしてます。
はい、次はこちらの日傘です。こちらはサンバリアの日傘なんですけど、あの 100% 紫外線をカットしてくれるっていうので、結構値段は日傘でしてしまうんですけど、 99% と 100% であの紫外線カットの力が全然違うみたいで、今までは日焼け止めも塗らないぐらいズボラやったんですけど、やっぱりそろそろシミとかが怖くなってきたので、もう最近はもうしっかり日焼け止めとこういう日傘をさすようにしてます。はい、次はこちらのアルコールスプレーを持ち歩いてて、これもダイソーで購入したんですけど、アルコールが入れれる用のスプレーボトルっていうのが売ってて、そちらに入れ替えて持ち歩いてます。でこちらはもう手にかけたりとか、あとやっぱデスク周りとかも気になるので、これをかけて拭いたりとかもしてます。はい、次はまたもう除菌シートで、やっぱりねこの時期こう今まではこういう除菌シートとかスプレーとか全然持ち歩かなくてちょっと荷物になるんですけど、こういう除菌シートも入れてます。次はこの個包装のマスクです。やっぱマスクって切れちゃったりとかするし、たまに忘れてしまうこともあるので、常にカバンにあの個包装タイプのマスクを入れて忘れないようにしてます。次で最後の紹介になるんですけど、こちらです。アロマのおしぼりを持ち歩いてます。でこれは前回の楽天スーパーセールの購入品でご紹介したんですけど、もうすごい香りが良くて、しかも分厚いし結構大きくてしっかりしてるので、手を拭く時とか、あとは夏場汗を拭いたりとかもすることができるので、しかも抗菌作用も入ってるんですね。なのでそういう汗をかいた時もこちらのシートで拭くようにしていて、これは本当に匂いがいいから、これ袋の上からでも匂いがするぐらいいい匂いをしていて、これがシトラールとラベンダーで、私は2種類持ってるんですけど、私はシトラールの方がお気に入りなのでよく使ってます。こういうのってあの持ち歩いてたらお友達とかにも渡してあげることができるので、一応2枚入れてます。はい、こちらで全てカバンの中身をご紹介しました。と私もいろんな方の YouTube であのカバンの中って皆さんどんなの持ってるんやろうって気になってて見たりとかするので、この動画も皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。財布もカバンによって使い分けてるので、そういう財布のご紹介とかもまたできたらいいなと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございます。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。じゃあねー。